はい、それでは本編講義に入ります、えー、今回は、えー、労働編の1回ということで4ページから、えー、32ページまでの、えー、内容です。 えー、それでは4ページをお願いいたします。えー、こちらですね、えー、労働基準法の内容ということですが、えー、いきなり変形性の内容ということになっております。まあ、その変形性ですね、あのまあ、苦手意識を持っている方も、まあ、非常に多いという内容になりますので、まあ、この段階で苦手意識を払拭しておきましょうという目的で取り上げている内容ということになります。 でまず、この変形労働時間制ですとか、あとまあフレックスタイム制、まあ、まとめて労働時間の弾力化というですね、えー、言い方をしておりますが、ま,あ、まず、そもそも何のためにやるのかというですね、えー、ところから見ていきますと、まあ、これ、会社側としては割増賃金を払わないためですね、あとあの労働者側としては、ですね、えー、結果的に労働時間を短くするためというですね、まあ、そういう話になります。 で、まあ、こちらですね、えー、4週間の労働時間書いておりますが、まあ、週法定労働時間40時間ということで、まあ、一般的には、えー、毎週毎週40時間ですね働いてもらうってことになるわけですが、まあ、そのある会社においては、まあ、月初と月末が忙しいということで、えー、月初と月末はですね45時間は働かなきゃいけないと、えー、いうことにします。でそうするとあの テ定労働時間40時間ですから、まあ、40時間超える部分はですね、えー、これはまあ時間外労働ってことになってこれ割増賃金を払わなきゃいけないと、えー、いうことになるわけです会社としてはですねでまた労働者としても、えー、月初と月末は45時間働いてであと、まあえー、真ん中の2週目3週目もですね、まあ、40時間働いてっていうことで、まあ、結構 トータルの労働時間これ長くななってしまうっていうですねこといこになるわけですで、まあ、そこであの月初と月末がまあ忙しいのは仕方ないにしても、まあ、2週目と3週目が比較的まあ仕事がです、ねえー、暇なのであれば2週目3週目の労働時間をです、ねえー、ちょっと短くしてでトータルの労働時間っていうのがです、ねえー、週の法定労働時間に収まるようにすれば、えー、いいんじゃないのっていうのがこの変形労働時間制の趣旨ってことになるわけですね、えー、例えば2週目30目35時間 にえー、した場合これ合計すると4週間で、時間に、えー、なるわけですねでまあ、たり40時間ということですよで、まあ、こうすれば、あの割増賃議は発生しませんよと、えー。その月初と月末で40時間超えていても、トータルで1週あたり40時間になってるんで、割増賃議も発生しません。で、かつ、あの、労働者としてもですね、2週目、3週目は、えー、35時間働けば済むんで、トータルの労働時間としてはこれ短くなるっていうことで、まあ、固定的な40時間っていうきっちりした枠組み よりも、まあ、この変形性の方が労使メリットがある部分っていうのが、えー、あるっていうのが、まあ、この変形労働時間制の趣旨っていうことで、まあ、改めて確認していただければいいかなというところでございます。で、まあ、種類としては、えー、その4ページの真ん中辺ですね、えー、まず変形労働時間制っていうことで1ヶ月単位1年単位、えー、そして非定型的な1週間単位の変形性だとまあフレックスタイム制ということで、えー、分かれて、えー、おります。 でまあ、メインは、えー、まず、えー、変形労働時間制のです、ね、1ヶ月単位と1年単位と、えー、いうことになります、まあ。この1ヶ月とか1年っていうのはこの、えー、労働時間の長寿で合わせる期間っていうのが1ヶ月っていうのと、まあ、1年だよっていうです、ねまあ、そういう違いっていうことで、えー、お考えいただければ、えー、結構です、まあ。すなわち1ヶ月単位の変形労働時間制っていうのはこの1月 1>, 1ヶ月の中でですね、えー、その労働時間、えー、週法定を収まるように帳じ、えー、合わせるっていうことに、えー、なります。まあ、例えば、えー、その1ヶ月の中で、えー、177時間ぐらいですね、えー、に働,か働くようにするというふうにしておけば、まあ、それで週あたり40時間に収まる、えー、わけですね、まあ。ざっくり4週で言うと160時間ですけども、30日とか31で計算すると177時間ぐらいに、えー、なるわけですね。で、まあ、その場合は、 えー、その例えば、えーまあ、月末が忙しくて40時間超えていても、まあ、トータルで、えー、週40時間に収まるんあればいいよということでその月の中で長じらわせると、まあ、つまり4月は4月で長じらわせてで5月は5月で長じらわせますよっていうのが、えー、この1ヶ月単位ということに、えー、なりますで、まあ、これはですこの1ヶ月単位の場合はその1ヶ月の中で暇な時期と忙しい時期が内包されている場合、まあ、可能なわけですが、まあ、その例えばこ、えー、の1月 あるシーズンずっと忙しい、えー、業種ともあるわけですよね。例えばそのデパートとかですね。えー、その まあ年,度年末年始もずっと忙しいとか、あとはあの学校ですよ、大学とか、3月、4月もずっと忙しいえみたいな感じで、忙しい期間っていうのが、1シーズン続くとか、月を超えるみたいなこともあるわけですね。そうすると、この1ヶ月の中で帳尻が合わせられないんで,で、そういうところはこの1年単位の変形性をまあ導入してくださいねっていう、ですねまあそういう考え方にえなってるわけです。1年単位の変形性の場合は、この1年の中で週40時間に収まるように帳尻合わせるっていうことですね。 えー、その。 まあ年の後半が忙しいといとう場合ですねでその代わり、まあ、年度の前半は比較的忙しくないということであれば、年度の前半の労働時間を抑えめにすることによって、えー、年度の後半がまあ週40時間を超えていたとしても、まあ、トータルで週40時間に収まるように長尻があっていれば、その40時間を超える部分は時間外労働にしませんよっていうですね、まあ、そういう仕組みが1年単位の変形性ということになります。まあ、さっくりとそんな理解を持ってですね、個別の内容にこれを 個別の内容をこれから見ていきたいと思います。